どこだ！お前がマスターか。一度の敗北でクビだってなかなか気合入ってんな。だったらお前も俺に負けたらギルドやめんだな。ナツさん、自殺行為だ。うむすむ。自分のところの仲間を仲間と思えねえやつ許せねえんだ。何の話かわからねえだと。逃げんのか。俺と勝負しろ、ライエンリューの逆殺。今宵の宴もこの辺でお開きにしまいか。ああ。世の中には体裁という言葉もあるものでな。攻めてきたのがそちらであったにせよ、大魔党演武出場者を潰したとあっては我々としても立つ瀬がない。どうだろう、ここはわらわの顔を立ててはくれまいか。さすればこの子猫は無傷でそなたに返すこともできよう。ごめんなずー。ハッピー。クソ、部下が何人かやられてはいるが、わらわが今回の件不問に付してもよいと言っている。そなたに大人の対応を求めようぞ。いいんだハッピー、俺の方こそ放っておいて悪かった。帰ろう。はい。決着は大魔党演武でつけよう。思う存分な。お前らなんかには負けねえよ。つうか俺たちには追いつけねえ。ギルドなら仲間大切にしろよ。俺が言いたいのはそれだけだ。俺たちのギルドにはない絆なのか。こんなに強かったのか、ナツ・ドラグニル。声かけるか。いいんじゃない、あいつらどうせろくなことしないし。ミラたちと先に行ってるね。それじゃあ後で。ああ本当にプールだ。広いですね。気持ちいいな。ルーちゃん、こっちこっち。待って、今行くから。あって、スログの早っ。おいと、気にしたら負けよ。はい。あ
来ればいい。みんな。それじゃ、明日から頑張らなきゃね。精一杯応援するよ。ブレイ様のために。優勝、残りの試合勝って勝って勝ちまくろう。おー、遅くなってしまった。誰だ。ギルドに入ってたのか。ショウやウォーリーも同じギルドに。そうか、本当に会えて嬉しいぞ、ミリアーナ。元気そうで何よりだ。お前だって。それにしてもお前のとこのカグラというもの、本当に強いな。いつか手合わせ願いたいものだな。そうなのか。ずいぶん物騒な名前の刀だな。これは国防大臣殿。あれとは。一刻も早く試運転がしたくてですね。国防大臣殿、お声の方が少しばかり大きいかと。それにあれはすでに完成しております。予算工面のための便宜ですよ。未完だというのは、あとは精霊魔導士がいれば。エクリプスは実用段階まで来ているのです。これより計画はフェーズ4プラン B に移行いたします。より確実に精霊魔導士を入手いたします。あなたがエクリプス計画反対派だということはすでに周知の事実。しかしここまで来たら止まれません。王のためなら、国のためなら、人は悪魔にも神にもなれるのです。世界を変える扉エクリプスの前では、一人の少女の命など実に安い。精霊魔導士が二人もいるのだ。10の鍵を持つ少女と2の鍵を持つ少女、12の鍵が揃う。エクリプスは完全に起動する。ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ、ゼレフ。大会は5日間、3日目の今日が折り返しね。周囲には遠いが、まだまだ巻き返せる範囲だ。一つずつ勝利を重ねていこう。はい、今日も頑張っていきましょう。妙に張り切ってんな。昨夜何かあったか。何にもないよ。みんなで優勝しようって誓っただけで。ね、ウェンディ。え、私に振るんですか。はい、昨日は何
まあいいけど。よっしゃ、それじゃ闘技場に行くぞ。よし、そうだわ。ミラさん、あら、え、そうだな。行くかな。よし、ここだ。次は、行くかな。よし、ここだ。よし、競技パートはギルド同盟戦？他のギルドとペアを組んで戦うみたい。私たちはラミアスケールと組んでブルーペガサスとマーメイドヒールと対戦することになります。ラミアスケールと？嫌な予感しかしねえ。ラミアスケールからは俺が出る。フェアリーテールは誰が出るんだ？来やがったか、グレイ。足を引っ張るなよ。この同盟戦とでジュビアの所属をめぐる戦いには変わりないのだからな。ジュビアは関係ねえだろうが。ああ、ジュビアのために争わないでください。ならば勝利に貢献した方がジュビアをもらうというのはどうだろうか。エルザ、何を言って。面白い、その話乗ったぞ。エルザ、負けたらどうするのよ。グレイは強い。それにジュビアの気持ちを考えるいい機会でもあるだろう。え？ジュビア。
なんでお前と組まなきゃなんねんだ。それはこっちのセリフだ。いいか、足を引っ張るなよ。偉そうにしやがって。お前の方こそ邪魔するんじゃねえぞ。初めてお目にかかります、カグラさん。お会いできて光栄です。こちらこそ、ブルーペガサスの一夜殿と組めると。私に届くか。カグラさん、これを。一夜殿、それは。なーに、遠慮などいらない。俊足のパルパン。今だ、ぶっ倒せ。アイスメイクカンパード、アイスメイクエイブリオン。何？メン、うん、ザンの方。アイスメイクフロア、アイスメイクエイブ。ああ、紳士の全部タッコ、アイスメイクアイスゲイザー。抜かぬ太刀の形。くそ、やりにくいったらありゃし。奇遇だね。俺もそう思っていたところだ。アイスメイクコールドエクスタイバー。今だ、ぶっ倒せ。グレー様。何？アイスメイクイブ。カグラ速のパルパン。だすザンの方。ドン、行くぞ。アイスメイクここまでだ。ブリンガー、アイスメイクイブ。アイスメイクイーズ。俺に任せろ。何だと？紳士の全部タッコ、抜かぬ太刀の形。アイスメイクコールドエクスタイバー。アイスメイクイーブ。アイスメイクコールドエクスタイバー。俊足のパルパン。ザンの方。アイスメイクアイスゲイザー。アイスメイクエイブ。アイスメイクイーブ。アイスメイクコールドエクスタイバー。カグラ速のパルパン。
抜かぬ太刀の形。背中合わせのバトルか。ああ、俺がフォローする。行くぞ。あいつ狙える。こんな行くぞ。タイマー。あいつ。イーグル。アイスメイク。ここまでだ。アイスメイク。イーグル。頼んだよ。よし。アイスメイク、イーグル。アイスメイクハンマー。抜かぬ太刀の形。アイスメイクハンマー。大丈夫、まだまだいけます。アイスメイクエイブ。よっしゃ、俺たちの勝利だ。ああ、グレイ、腕を。よし、これでおしまいだ。この私が負けるなど。君が悔やむ必要はない。すべての責任はこの私にある。かわいそうだけど、あれはさすがに相性悪かったかも。でもこっちはこっちで。俺の勝ちのようだな、グレイ。はあ？どう考えても俺のが上だったろ。何？お前の方がジュビアにふさわしいというのか。そうは言ってねえっつうの。それでどちらが勝ちなのでしょうか。どちらも勝利のために死力を尽くし、功をつつけがたい。ここは引き分けということでどうだろうか。なんだそりゃ。まあいいだろう。優勝した方がジュビアをいただく。その約束に変わりはない。知らねえよ、んな約束。結局こうなるのね。それでもグレイ様がジュビアのために戦ってくれただけで嬉しいです。やるな。グレイ様。またね。どれにする？またね。こいつと二人きりだとまた人気のないとこで変なことされそうだな。いや、二人きりはちょっとな。なぜですか？二人だけでは危ないというならご安心を。ジュビアがグレイ様をしっかりサポートしますから。だってな、お前。お、ルーシー、ちょうどいいところに来たな。何？俺たちと一緒に仕事行こうぜ。俺とジュビアとお前の3人で。仕事？別にいいけど。恋がたき。やっぱりやめとこうかな。邪魔しちゃ悪いし。いやいや、遠慮するな。それじゃあ俺たちで行くってミラちゃんに伝えてくるぜ。よし、どこに行きましょう。ここですね。気をつけて進みましょう。グレイ様、どうして。ジュビアはグレイ様と二人きりで、しかも
距離によってもう一人が。あのジュビア大丈夫？体調でも悪い？いえ、体調は万全です。そうでなくてはグレイ様をお守りできませんから。ルーシーこそさっきから汗がすごいですよ。体調が悪いんじゃないですか？なんなら帰ってもらってもいいんですよ。あははは、大丈夫、病気とかじゃないから。まあそうですね、グレイ様直々のご指名ですから。ここで帰られてはグレイ様が恥をかいてしまいます。ちょっと、なんで私なんか誘ったのよ。超気まずいんだけど。すまん、前に二人で仕事に行った時に身の危険を感じたもんで。誰でもよかったんだが近くにいたからつい。あんたら仕事先で何やってるのよ。ちょっと、二人で何を話してるんですか。ジュビアにも聞こえるように話してください。なんでもねえよ、気にすんな。それよりも今は仕事に集中だ。さあ行くぞ。ルシー、耐えてくれ。よし。あら、